奴らにはかなわない、太刀打ちなんかできるもんですか。モラルがないというその時点で奴らは絶対的優位に立つ。引きずり込まれて殴られた上に酔ってたかって悪者に気持ちいいぐらいにやられ続ける。一も行くもんですか。恥を知らんというその時点で奴らは絶対的優位に立つ。まるで神がかりと言いたくなるぐらい上手に人を騙して操って動かすセカンドレイプ、サードレイプ。ハイエナみたい期待できることがあるならば、それしか考えられないぜ。リベンジだってなすすべない。相手は超強力。それでもちょっと小石を投げてみて、わずかな亀裂が作り出せばないのにな。人間ではないと言いたくなるような悪い宇宙人がホログラムを着てるのかと言いたくなるような冷酷人を、それでもミラクルを活動する良い宇宙人。あれは悪魔教の儀式だったのか、私が生贄になってパワーを上げたのか。そういやドラゴンの旗を掲げてた。鳩に刺してる日本の長い羽が悪魔の角に見えてくる。不意打ちされた日にはどうしようもない。卑怯者という言葉にひるむやつらじゃない。弱い者をいじめしって何が悪いねと開き直ってもいる。その反面で彼らの妄想の中で被害者が加害者にすり替わって弱者が強大な敵と化す。 PTSD 睡眠障害、似た人を見ただけで震えが来てしまう。歌もいっそやめてしまおうかなんて奴らの思うツボだとはしながらなんだけど、オンゴールと仲間はね、オンゴールと仲間はね、わずかに期待できることがあるならばそれしか考えられないぜ。これまで長いこと生きてきた中で、はい僕だけが人生で、それでもたまには相手にかすり傷、ささやかとはいえ成功体験がないでもない。オンゴールと仲間はね、オンゴールと仲間はね、それしかすがれるものがない。
Thank you.